日本近畿地方大阪府大阪市中央区上見大阪ビジネスパークは大阪府大阪市中央区上見にある超高層ビル群と都市公園で構成された再開発地域略称は OBP 故障別称は弁天島本項目では大阪ビジネスパーク一体の町名である白身についても述べる現行行政地名は 白三丁目及び白三二丁目。2019年3月31日現在の人口及び世帯数はなし。新市議の橋から望む大阪城の北東に位置し、寝屋川、第二寝屋川、大阪環状線に挟まれた約26ヘクタールの城建築を指す。大阪城公園に隣接した地区を経済。 商業の一大拠点にしようと、大阪市と大阪府に本社を置く、大手企業などの取り組みにより共同で建設された。なお、上東区や宮古島区との境界に近く、中央区の他の地区とは、大阪城公園で隔てられた位置にある。パナソニックの不動産関連会社だった、MID 都市開発が運営するツイン21、IMP をはじめ、読売テレビ、住友生命、 KDDI、東京会場、日動火災、富士通、日本電機、オプテージ、鹿島建設などが社屋を設けている。また、ツイン21は、パナソニックの関連会社が、主に入居する、パナソニックタワーと、商業施設や一部のパナソニック関連会社、その他企業、外国の領事館が多く入居する、MID タワーの二棟が並んでおり、1階から4階の、 アトリウム部分でこの二つのビルを直結している。1996年には、最寄り駅として、大阪ビジネスパーク駅が完成し、交通アクセスのさらなる充実を果たした。赤色着色部が造兵省敷地もともとこの地は、旧山和川や平野川、猫間川などの河川が合流する中洲で、水運の要所であった。また、 大阪城の北東すぐの場所に位置することから、石山合戦や大阪の陣の古戦場でもある。元は、東成郡死儀の村の一部で、大阪夏の陣で自害した、ヨド伝を葬ったとされる、弁天祠らがあったことから、弁天島と呼ばれた。江戸時代には、大阪城周辺の武家屋敷地の一角を占めた。明治に入り武家屋敷が破却され、 1869年に、再び、死儀の村の一部となった、弁天島は、兵部省の所管となった。1879年に、大阪城京橋口から青谷口にかけて、大日本帝国陸軍の大阪砲兵交渉が、建てられ、明治末年までに玉作り口や弁天島にも、拡張された。1939年には、 上東線東側の上東連兵上跡地にまで拡張され、1940年に大阪陸軍造兵賞に改称。東洋一の規模を誇ったが、1945年8月14日のアメリカ軍による爆撃で、造兵賞は80%以上の施設が破壊され、敗戦後は連合軍総司令部に接収された。1952年、 講和条約発行により接収が解除されたが、不発弾が多く危険という理由で1960年代中頃まで、さらちのままだった。その後さらちは、大阪市に返還され、再開発計画により、高層ビルを建設し、新たな街づくりを進めることを計画。そして、大阪ビジネスパークは誕生した。この間、東区弁店長という町名になったが、 港区に弁天町駅が開業し、弁天町は同駅周辺の広域地名として定着した。また、弁天町の町名にも定着の差があり、東区弁天町は1979年にしろ見え解消された。しかし、現在も弁天橋や弁天中水所などに弁天の名が残っている。なお、弁天橋は1976年に、 多摩作り筋の延長に伴って現在地へ掛け替えられた。元の佳橋地点には1983年に大阪城新橋が掛けられている。大阪ビジネスパーク駅、ありがとうございます。